よし、おはようございます。カイチです。皆さんおかえりなさい。ではボス戦行きましょう。割とこのボスは苦戦しましたね。体力を半分削ってからのギミックが解けずにちょっと手こずったんですが、それが分かってる分今回はサクッといけるんじゃないかと思います。おお、巨岩砕き。弓はあるけど矢が5本だけ。矢ってどこで使ったかな。いつも通り回復はない。直接そんな振り回す子だったっけ。喜んでやらせてもらうぜ。恐れ知らずのダルケル様だ。このハイラルの危機となりゃ断る理由は何もねえ。ありがとう、ダルケル。厄災ガノンのせいかどうかは知らねえが、ここいらも魔物が増えて物騒になってきてる。姫さんも城を離れるときは護衛を増やした方がいいと思うぜ。今父が私につける騎士を選んでいるそうです。候補者の一人はハイラル王国一の剣士と聞いています。ええ、そいつはまさか。ん、俺を、やつら本当に増えてきてやがるな。誰か襲われてんのか。姫さん、ちょっと待ってな。
臆病な野郎どもだ。ま、このダルケル様にはどんな魔物もかないっこねえかな。おいで。襲われていたのはこの子だったんですね。よかった、無事なようです。まさかの。まだダルボーなんて呼ばれてたガキの頃に手ひどく追い回されてからよ、あれだけはどうにもダメなんだ。あなたにも苦手なものがあるなんて意外でした。あのよ、姫さん。はい。厄災ガノンってのは犬の化け物だったりしねえよな。いいね。おう、さすがとしか言いようがねえよ、相棒。これでダルケルの守りをより使いこなせるな。ガノンの野郎に会ったらこう伝えてくれ。あばよガノン、永遠にってな。回復時間が早くなったのか。よし。